左、イースト・ウエスト石油パイプライン右、アブダビ石油パイプラインイースト、ウエスト石油パイプラインとは、サウジアラビアをほぼ東西に横断する経路で建設されたパイプラインである。日本語に直訳すると、石油の導管という意味のペトロラインとも呼ばれる。なお、香港では、並行した経路に建設されたアブカイク、ヤンブー NGL パイプラインについても解説する。 イーストウエスト石油パイプラインは、大規模な石油コンビナートが存在するペルシャ湾に近い都市のアブカイクと、航海に面した港町であるヤンブートを結ぶ全長約1200キロメートルのパイプラインである。2本のパイプラインで構成されており、そのうち1本は1日あたり最大で300万バレルの石油を輸送する能力があると交渉されている。もう1本は、やや細いパイプラインであり、 一時期は石油ではなく天然ガスの輸送に用いられたこともあった。この日本を合わせたイーストウエスト石油パイプラインの石油の最大輸送能力は1日あたり500万バレルに達するとされる。イーストウエスト石油パイプラインには並行する形でアブカイクヤンブー NGL パイプラインと呼ばれる液化天然ガスを輸送するパイプラインが走っている。 アブカイクヤンブー NGL パイプラインは1日あたり29万バレルの液化天然ガスを輸送する能力を持つと交渉されており、ヤンブーに立地する石油化学工場へと液化天然ガスを供給している。サウジアラビアの石油エネルギー産業 P6ABC、サウジアラビアの石油エネルギー産業 P7、The Strait of h o ズ m e s is the インポー d s most important oil transit チェックポイントトゥデーインエネルギーありがとうございます。